よう。なんだ、随分と真剣な顔じゃないか。また錬金術でも習いに来たのか。いや、女の子にモテるコツを聞きに来た。君は本当に救いようのないアホだな。だって悔しいんだもん。俺だって顔には自信あるんだぜ。それなのにどうしてお前の方がモテるんだよ。どうしてだよ。おかしいだろ。そういうところだよ、そういうところ。品性の差だ。単刀直入に言えば、君がバカに見えるのが悪い。なんだとこりゃ。怒るぞ、俺だってさすがに怒るぞ。まあ聞け。不本意ながら僕がモテるということは、世の女性たちは冷静で知的な男を求めているということ。ほう、なるほど。だから君が本当にモテたいのであれば、やるべきことは一つだろ。僕にできることなら協力は惜しまない。さあ、共に頑張ろうじゃないか。アルト、すまねえ、恩に着る。よし、やるぜ。俺は都一のモテ男になってやる。その息だ、マティアス。では早速始めるぞ。アルトさん、こんにちは。差し入れ持ってきましたよ。あれ、マティアス、どうしてアルトさんのアトリエに？やあ、リリー君にスー君じゃないか。ごきげんよう。調子はどうだい？マティアスさん、いつもと違って変な感じ。どうしたの？その、キショイよ。キショイだなんてひどいことを言わないでおくれよ。仲良くしようじゃないか。スーちゃん、私あのマティアスさん無理ね。帰ろう。そうだね、私も生理的に受け付けない。じゃあね。おい、こら、全然ダメだったじゃねえか。知性のかけらもない君に理知的な人物を演じるのは無理だったようだね。君がモテれば僕への負担が減ると思ったんだが、土台無理な話だったか。てめえ、許さねえぞこら。まあいいじゃないか、普段のままの君が一番素敵だと思うよ。まあ女性には一生モテないだろうけどね。アルト、てめえ表に出やがれ。もちろん嫌だね。プラフタさん、プラフタさん、あのお願いがあるんですけど。プラフタさんが錬金術をしてるとこ、私たちに見せてくれませんか？錬金術をしているところですか。それは…それはなんて言ったって、ソフィーさんの師匠だからですよ。
ごい調合の技を持ってるんですよね。逆立ちしたままかき混ぜるとか、錬金ガマフランバとか。二人とも錬金術は大道芸ではありませんよ。それに期待されているところ申し訳ありませんが、私は調合することができないのです。あ、できない？できないってどういうことですか？言葉通りの意味ですよ。私はゆえあって道具を作ることができません。そうだったんですか？あれだけ錬金術に詳しいのに。もちろん昔は調合もしていましたよ。ですがこの体になってからは。この体？ねえスーちゃん。うん、あんまり深く聞かない方がいいのかも。プラフトさん、ありがとうございました。ごめんなさい、変なこと頼んじゃって。いえ、お気になさらず。代わりといってはなんですが、どうです、錬金術のアドバイスでもいかがですか？わあ、いいんですか？それじゃあぜひでは早速、まずはレシピを考える際のコツですが、頼んだ品はできてるか？はい、こちらに。どうぞお持ちくださいな。確かに、さすがはボルテールだな。では報酬は約束通り後払いということで。ありがとうございます。
騙された私たちも私たちだし、仕方ないんじゃない？あれ、スーちゃんが冷静だ。いつもだったら相手に銃を突きつけてるのに。いくらなんでもそこまでしないよ。まあ今回は諦めるとしましょう。殊勝な心掛けですね。世の中騙される方が悪いんですよ。じゃあね、ルーちゃん。まったね。あ、そうだ、最後に一つだけ。楽しみに待っててね。怖っ。何ですかあの笑顔。不気味です。不気味すぎます。それに罪悪感がすごい。こんなことなら初めからやめておけばよかった。見られちまったか。その通り、我こそは国王なるぞ。ははー、国王陛下。なんてな、まだ王を継ぐって決めただけ。正式に国王になるのは戴冠式が終わってからだ。なんだ、じゃあ今はまだ無職のままなんだ。まだ言うか。そうだ、いいことを思いついた。戴冠式で使う冠は次期国王が職人に依頼して作るしきたりなんだが、どうだ二人とも、その冠錬金術で作ってみないか。錬金術で冠を。大丈夫なのかな。平気平気、むしろぜひそうしたい。錬金術はこの都に新しい風を吹き込んでくれた。俺の知性もそうなるように願ってな。わかった、マティアスがそう言うならこの仕事、私たちが引き受けるよ。そうだね、戴冠式で目立つような綺麗な冠、錬金術で作っちゃおう。ああ、とびっきり派手なやつ、よろしく頼むぜ。我ながらいい考え。お手紙が届いてるみたいだけど。ふふん、来た来た。リリー、開けてみなよ。え、いいの？わあ、お金がたくさん入ってる。そりゃそうだ、正当な対価ってやつだからね。このお金って。スー、よくも騙してくれましたね。騙す？何のことかな。私はただ報酬を受け取っただけだよ。ちょっと説明してほしいです。このお金はね、
前にルーシャに騙されて作った道具の報酬なんだ。スーったらひどいんですよ。依頼品にこっそりメモをつけてたんです。この道具を作ったのはリディとスーだから、報酬はそちらに払ってくれって。ああそれであの時落ち着いてたんだ。私にも教えてくれればよかったのに。敵を騙すには味方からってね。おかげでルーシャはまんまと引っかかったわけだ。依頼人には叱られ、報酬は手に入らず、もう散々です。ただでさえ納期が押してたのに、こんなんじゃアトリエの評判も。まあ事情はわからないけどさ、今回の件は自業自得だよ、ルーシャお姉ちゃん。そうだよルーちゃん、私だって怒ってるんだから反省してよね。私が悪かったです。反省もしてますよ。だからどうして謝ってから捨てゼリフを吐くのさ。まあルーシャらしいけど。でもルーちゃん大丈夫かな。納期がどうとか評判がどうとか言ってたけど。まあなんとかするでしょ。ルーシャだって子供じゃないんだし。それもそうだね。じゃあ報酬金で豪華なご飯食べに行こう。本当？やったー！柵がハマるとご飯が美味しいんだよねー。何かいいもの売ってませんかね。美しい私にぴったりな素晴らしいもの。そこな、お嬢さん。はい、私のことですか。そうだ、おお、近くで見るとさらに素晴らしい。君に頼みがあるのだ。ぜひモデルになってもらえないだろうか。いえ、違うぞ。君にモデルになってもらいたいのは人形だ。人形？ああ、人形劇で使う人形でな。君は今度の役にぴったりなのだ。
ださいね。うん、その点は任せておけ。腕が鳴るな。主人公を騙そうとした結果、逆に貶められて最後にはプニになってしまう悪の美姫。そのかませ役のイメージに君はズバリだ。ここまで完璧なモデルがいるとは奇跡だな。これは、はあ、かませ役、そんなの私はごめんです。失礼します。あ、待て、逃がさんぞ。君のかませっぷりは一種の才能。この機を逃すわけには。次はどれがいいでしょうか。あ、ブラフタさん、6章ですか。ええ、本を読むのは好きですので。せっかくですし、2人もいかがですか。しないでね、スーちゃん。行く！なんでわかったの？そりゃわかるよ。だってスーちゃんのお姉ちゃんだもん。プラフタさんが誘ってくれたんだから、たまにはスーちゃんも本を読みなさい。ちょっとだけだよ。苦手という割にツールは本を丁寧に扱うのですね。そりゃもちろん、嫌いだからって放り投げたりはしませんよ。お母さんとの約束その3、本は大事に扱うべしですからね。でも昔は本を置きっぱなしにしてよくお母さんに怒られてたよね。それは昔の話だよ。今は本を大事にするために本棚から出さずに保管してるんですよって。もうスーちゃんはすぐそうやってヘリコツを。何はともあれ、本を大事にするのは良い心がけです。食事中にページを開かれたり、適当にページの端を折られたりすると本としては苛立つものですので。プラフタさん、まるで本の気持ちが分かってるような言い方ですね。ええ、それはもちろん。実際に昔私は本でしたし。ねえリリー、プラフタスさんってたまに変なこと言うよね。冗談なのかな。でも冗談を言うような人には見えないし。そうだよな。でも本当だとも思えないし。二人ともどうかしましたか。そっちはどう？そうですね、特に問題はなさそうです。フィリスはどうですか？こっちも平気みたいです。変になってるところはないですね。何やってるんですか？アトリエの中をみんなでうろちょろして。
点検してたんだ。このアトリエって空間をねじ曲げてあるでしょ。だからおかしくなってないか確認してたの。もし何かあったら大変だからね。そういえば二人にはまだ言ってなかったっけ。このアトリエってソフィー先生が作ったんだ。そうだったんですね。空間までいじっちゃうなんてさすがソフィーさん。もちろん、だって私の先生だもん。このアトリエのおかげで旅も楽ちんなんだ。先生、プラフタさん、またこのアトリエで一緒に旅をしましょうね。ん？もともとフィリスさんたちって一緒に旅をしてたんですか？ええ、その通りです。フィリスが私たちとはぐれるまでは。フィリスちゃんったら美味しいものを見つけて走って行っちゃうんだもん。行商人さんからそれっぽい噂を聞かなかったら今もはぐれたままだったよね、きっと。これに懲りたら以後人混みの中では走らないように。わかりましたね。はーい。ねえねえリディ、フラフタさんが誰かを叱ってる姿ってなんかよく似合うよね。確かに怖い先生って感じ。本人に言ったら私たちまで叱られちゃいそうだけど。しっかりと聞こえていますよ、二人とも。今のは叱られたいということでよろしいですね。壊れたからには期待に応えなくてはなりません。さて何について叱りましょうか。冗談だというのに想像しくて面白い二人ですね。うん、それにとってもいい子たちなんだよ。あのね、来たわね、みんな。この絵がバカンスの舞台、回転宝物庫よ。波しぶきとともに激しくうねる大海原、その上を行くは黒い旗を。
ずいぶんお早いお帰りね。バカンスは楽しめた？それ以前の問題ですよ。溺れ死ぬかと思った。まさか絵に入ったら海の中だなんて。海水飲んじゃった。ごめんね。まさかそんな絵があるなんて。海の中の世界じゃバカンスはおろか調査さえ。口に含めばお水の中でも息ができるようになるんです。水の中でも息が？本当錬金術って常識を軽々と踏み越えていくな。あれ？でもそんなのがあるんだったらさっき使えばよかったんじゃ。そこに気づくとは、さすがスーちゃん。実は悲しい事情があってだね。このエアドロップ最後の一つなんだ。最近全然作ってなくて。あ、なるほど。じゃあ私たちが作ってきますよ。それもみんなで使えるようにたーくさん。それなら二人に任せようかな。じゃあこれ最後のエアドロップと作り方のレシピ。よろしくお願いしますよ、二人とも。私のバカンス熱が冷めてしまわないようにね。さて、行き先は。あー、そういうことね。うんうん、わかったわかった。仕事がはかどるわ。ご機嫌ですね、ミレイユさん。ひょっとしてマティアスさんのことで？そうそう、やっとあの子が王になるって決めてくれたからね。マティアスをいい王様にするために昔から頑張ってきたけど、それもそろそろ終わりかな。マティアスが王様になるまであと少しですもんね。ええ、正直ホッとしたわ。姉としての役割しっかり果たせてよかった。やる気になったあいつならきっといい国を作ってくれるでしょ。そろそろ私は。ん？ミレイユさん？クラフト、このレシピについて相談なんだけど。はい、どれですか？なるほど、悩ましいところですね。もう、ソフィーさんはクラフトさんの弟子けど、見た目はソフィーさんの方がだいぶ上。二人ってどういう関係なんだろう。二人とも相談話はもっとこっそりやりなさい。筒抜けです。ごめんなさい。そりゃ気になるよね。私たちの関係は親友かつ師弟、そして血のつながっていない家族ですね。私もともとおばあちゃんと暮らしてたんだけど、おばあちゃんが急に亡くなっちゃって、
しばらく家で一人ぼっちで過ごしてたの。そんな時にプラフタと出会ってさ。紆余曲折はありましたが、それからずっとソフィーとは一緒にいるのです。そういうわけで、私とプラフタは家族そのもの。二人とも分かってくれた？はい、私にとってのスーちゃんくらい。うん、私にとってのリリーくらい大事な人ってことですよね。そうそう、プラフタは私にとって誰にも変えられないかけがえのない人だよ。かけがえのない人、素敵です。くふふ、お二人ってあっつあつなんですね。お話を聞かせてくれてありがとうございました。ソフィー、人前でかけがえのない人と言われるのはさすがに少々恥ずかしいのですが。え、いいじゃない、本当のことなんだから。だって私、プラフタがいなくなったら嫌だもん。やれやれ、いくつになっても甘えん坊ですね。あれ、マティアスさんだ。私のアトリエにご用ですか？いや、用があるのはソフィー城だぜ。え、私？ああ、君ともっと仲良くなりたくて。年も近いみたいだし、一緒に食事でもどうかな？私は別に構わないんだけど。マティアス、いい度胸をしていますね。そうですよ、先生を食事に誘うなんて簡単に許されると思わないでください。どうして二人ともそんな怖い目をしているんだ？ソフィーは誘われたらすぐついていってしまいます。なので私たちが守らなければいけません。だからマティアスさん、ソフィー先生への誘いはお断りです。そのいろいろとごめんなさい。全然 OK ですよ。美味しいものを食べさせてくれるならですけど。フィリス城と？俺もっと大人な子がいいな。あ、ひどいこと言った。もう許しませんよ、マティアスさん。
ろそうよ。フィリスちゃんをいじめる人は許さないんだから。あ、でもフィリスちゃんとの食事はもっと許さないわ。だからこのまま黙って帰れば許してあげる。ああ、どっから出てきた。ダメだ、この一行はガードが硬すぎる。退散。ちょっとみんな、さすがに失礼なんじゃ。 いえ、そんなことはありません。ソフィーに手を出す輩は排除されて叱るべきです。そうですよ、どこでも先生ばっかり口説かれて羨ま…じゃない、危ないですからね。フィリスちゃんは私が守るわ。リアーネさん以外は私のことを考えてくれてるんだろうけど、私そんなにダメな大人に見られてるのかな。なんだか複雑。スーちゃん、スーちゃん、懐かしいもの見つけてきたよ。またずいぶんと昔の。これ、私たちが初めて作った道具じゃん。これを作った時、お母さんすっごい褒めてくれたんだっけ。そうだったね。今見るとダメダメだけど、思い出の一品だな。リリー、スー、助けてくれ。ワルトさん、どうしたんですか。アトリエが女性客に占拠されてね。悪いんだけど、しばらくかくまってもらえないかな。ふーん、いいですね、アルトさんは大人気で羨ましい限りです。あれ、リディ、なんか不機嫌。ああ、かくまう件なら全然大丈夫ですよ。そうか、助かる。ところで、そのかろうじて形を保っている道具は一体。ああ、これ私たちが初めて錬金術で作った道具なんです。なるほど、道理で出来が今一つなわけだ。アルトさんが初めて作った道具は何なんですか。最初からさぞかし立派な道具を作れたんでしょうけど。僕が初めて作った道具、覚えてないな。嘘だ、今のま絶対嘘だ。そんなことはないさ。それよりもだ、君たちの実力は果たして本当に成長してるのかな。ん？どういうことですか。そのままの意味さ。その道具を作った頃から進歩しているのか気になってね。うん、これは相当バカにされてますよ、リリーさん。うん、アルトさん、舐めないでください。私たちだって毎日上手くなってるんですから。そうか、ならそれを証明してもらおう。その道具と同じものを作って僕に見せてくれ。その出来次第で成長してるかどうか判断しようじゃないか。望むところです。女たらしのアルトさんなんかに屈しないんだから。僕は決して女たらしじゃないよ。期待してるよ。リディ不機嫌だったんだ。そうだよ、アルトさんも陰では女の人を見て鼻の下を伸ばしてると思うと。
伸ばしてなんかないに決まってるだろう。あれ、アルトさん、アトリエに帰ったんじゃ。本来の目的をすっかり忘れててね。僕はかくまってもらいにここに来たんだった。というわけで、もう少しここにいてもいいかな。あははは、どうぞごゆっくり。はい、終わりました。これどうですか、アルトさん。これが私たちが成長しているっていう証拠です。うん、確かに成長しているようだ。それも驚異的なスピードでね。大したものだよ。わあ、アルトさんがめちゃくちゃ褒めてくれてる。私たちって実はすごいんじゃ。うん、そうかも。短い間で錬金術結構上手くなったもんね。錬金術なんてちょろいちょろい。この調子ならあっという間にすごい錬金術師になっちゃうね。やれやれ、さすがに調子に乗りすぎじゃないかな。確かに成長は認めよう。だけど自分の力を過信するのは良くない。錬金術は君たちが考えているよりもはるかに危険なもの。力に飲まれればどうなってしまうかわからない。実際僕だって。アルトさん？いや、君たちには関係ないか。とにかく必要以上に自信を持つのはやめた方がいいよ。君たちの稀有な才能をこんなところで枯らせたくないならね。なさい、アルトさんの言う通りだと思います。私たち褒められて浮かれちゃってすみませんでした。素直なことだ。じゃあそんな君たちにご褒美をあげるとしよう。え、いいんですか？私たちその舞い上がっちゃったのに。ああ、僕からの挑戦に応えたわけだからご褒美はあって叱るべきだろう。僕は君たちに期待してるんだ。くれぐれも失望させてくれるなよ。アルトさん、はい、頑張ります。武器を作るのか。で、どれにするんだ？材料を選んでくんな。
この材料でいいんだな。よし、完成だぜ。ほら、受け取りな。できたぜ、木製の杖。しかし、錬金術師ってのはどうして杖を使うやつばっかりなんだろうな。言われてみればそうですね。スーちゃんは違うけど、ソフィーさんとか私とか。なんでなんだろう。そっちの方が賢く見えるからとか。いや、案外もっと実用的な理由かもしれねえな。錬金術師って飯も食わずに釜を混ぜ続けるだろう。その間はずっと立ちっぱなしだ。ってことは、気づいた頃には足腰はボロボロ。その対策のために杖を持ってるんじゃねえか。いつ歩けなくなってもいいようにな。夢がない。あまりにも夢がないです。それ、そうですよ、却下。そんな理由は却下です。せっかく考えたのによ。じゃあどんな理由なのか教えてくれよ。ひらめきました。材料が足りないとき、へし折ればそのまま調合に。リリー、それも十分夢がない。まあ、なんでもいっか。錬金術師には杖が似合うってこったな。スーちゃん、スーちゃん、調合の依頼もらってきたよ。お、リリーでかした。どんな依頼なの。お薬を10個届けるお仕事だよ。はい、これ依頼書。それなら楽勝。うおー、リリーさん、ここ。なになに。薬を100個、明日までに。はめられたんだよ。できなかったら違約金って書いてあるし。ごめんね、スーちゃん。どうしよう。どうしようって言っても、今からできる限り頑張るしか。二人とも、お邪魔するね。ちょっとお話でも。顔がプニより真っ青だけど、何があったのか教えてくれる？なるほど、ひどい依頼人さんもいたものだな。もう、私がちゃんと確認しなかったから。リリー、泣かなくていいって。こんなの私でも引っかかってたよ。でも よし、二人とも釜と材料を貸してくれる？材料はこれとこれ。あとは思いっきりかき混ぜて。できた。はい、これで違約金は払わなくて大丈夫。嘘
でしょ。一瞬でこんなに。うん、ちゃんと100個あるはずだけど、一応数は数えてみてね。これからはちゃんと依頼書を確認するように。じゃあお薬を届けるだろうから、私はこれで。依頼品を届けに行かなきゃ。急ぐよリディ、報酬ポッてやるんだ。